この番組はご覧の天才の提供でお送りします。トイレ。
段を降りる際にスマホを見ないこと。じゃないといいんじゃない？あの部屋を借りたいですけど、はい、ご来店初めてですか？え、ご来店初めてです。は、初めてです。はい、どうぞお座りください。ゲートだけ閉めるので先に取っておいてください。オートロックで開けてもらうようなイメージです。で、高いボックスが付いてます。2階から行きましょうか。はい。ゆっくり脱いでください。はい。
ぺちゃんこになってるんで、最初履きづらいかもわかんないですけど。大丈夫ですかね。大丈夫です。これ7畳そうです、そうですね、大体7畳ぐらいかなというイメージです。で、一応目の前通ってきた道路、大きい道路沿いにはなるんですけど、そこまで別に交通の音とかが気になるような感じは、まあ、このマンションとか他の並びのマンションとかもそうで、あんまりないんですよね、この道路。なので、そんな高速道路とかだったら、やっぱり大きめのトラックとかトレーラーとかが通る関係があるんで、音気になったりするんですけど、まあ、この道路はそこまで音はあんまり気にはならないかなと思います。もう高いだったらなおさら音はまだ全然マシです。測ってもらっていいですか？全然いいですよ。私もメジャー持ってきたんですよ。なんで、ちょっと大きいところとかは一緒に測りましょうか。はい。あ、あ、めっちゃいいですね。これめっちゃいいですよ。僕、すべての角の面積の、いや、ここまでしてるとそんなにないですよね、正直。これは私のベッドです。はい、これベッドです、ね。はい。ちょっとちぎれんように頑張ります。シングルベッドなので、そうですね、大体、はい、まあ、これぐらい寄せましょうか。そうです、これぐらいですね、はい。まあ、もうちょっとこれで一回りちょっと余裕を持って置いてもらった方が、うん、なるほど。こう、テレビ置くところないよね。テレビが1線がここなんですよ。テレビをつなぐ線がここなんで、まあ、配線をこう、もしここに置かないんやったら、ぐーっとどっかに伸ばしてもらわないといけないんですけど、まあ、L 字で何か物を置くんやったら、それの後ろを通して置いてもいいんですけど、結構テレビ線って伸びないものが、そんなに長くなかったりもするんで。なんだろう、デスクこれ違う、これショー、あ、この2つはデスク、そうです、はい、L 字のやつですか。そう、これはでかいのデスク。おお、もう1個、そう、もう1個はこんなら牛乳を置けないんじゃないですか、幅。どうですか、入らないんですよね。こういう感じに、そういうことか。そうですね。よいしょ。逆やったらどうですか。逆はベッドこっちで、で、こっちに L 字にしてもらったら、多分テレビも置くスペース、こういうスペースこっちにできるんで、ここの部屋やったら。逆もしたいですけど、やっぱり操作 の, その習慣が、もうこの向きなんです、ね、そう、こういう感じなんですので。そういうことか。はい、大丈夫です。よいしょ。はい。ファンさんの目から見て、今お住まいの生玉の方と、はい、この三宮の周りって、はい、やっぱ違います、うん、全然違いますよね。そうですね。今住んでるあの部屋の前はすぐあの大通りなんですので、結構あのうるさいって言ってます。そうですね、あのバイクとかまたそのサイレン、あ、そのパトカーのとか救急車のピンポンピンポンって結構うるさい。ありがとうございました。ありがとうございます。
します。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。